はい、カメラマンの石山です。今日は10月の6日火曜日ですね。今日お話しするのはですね、 EOS R6、 今日もですけども EOS R6 の中で動画のですね、露出制御についてちょっとお話ししたいなと思ってます。でその前にですね、ちょっと告知です。11月11日から風景写真11人展というのをですね、神田のアジギャラリーという場所があるんですけども、そちらで行います。魚のねアジなんですけども、まあそのアジギャラリーのオーナーがデザイン事務所をやっていらっしゃる方で、そこのギャラリーをですね、使って私の写真仲間のですね11人展っていうのをやります。でまあ実際プロのカメラマンとしてやってるのは私しかいなくて、あとはそのデザイナーの方だったりとか、まあヘアメイクさんをやられてる方もいたりとか、あとは、まあ一般的なですねサラリーマンの方で、写真を趣味として、やられてる方なんですけども、結構皆さんいい写真を撮られまして、まあ私もかなり刺激を受ける写真展なんですけども、まあハイアマチュアと言われてるね方たちかなという、ところですね。まあそれぞれのですね風景写真っていう、まあテーマはもう風景写真なんですけども、被写体とかはね全て自由で、で写真1枚だけ同じフォーマットで出して、あとは、自由なですね展示ができるというようなね、かなり、楽しい写真展だと思います。神田の駅から3分ぐらいで確か来れるはずだったので、お時間がある時にですね来ていただければとは思います。日程がですね、2020年の11月11日から17日の火曜日まで、最終日は11時から17時ですね。で他の日は19時までやっております。アジギャラリーでですね検索してもらえれば多分すぐ行けるのではないかなと思います。ぜひお近くにお越しの際にはですね、見に来ていただければと思います。ということで、まあ本題の方のですねこの EOS R6 の、動画のですね露出制御、これがですね、まあ、結果的なところで言うと自動露出がすごく優秀だという話なんですけども、まあその初期設定をしていく中で、動画の初期設定をしている時にですね気づいて、露出制御って自動露出とマニュアル露出しかないのっていうことに気づいて衝撃を受けました。でその時にガーンとしたところがあって、で実際にですね私がその今仕事の中で動画も少し撮影一緒にできませんかとかね依頼を受けるようになって、まあ結構経つんですけども、実際私がそのじゃあまあ動画も少しなら撮れますというふうに受け出したのがですねちょうど 80D が出たぐらいからだったんですね。で 80D のそのレンズで、まあ、EFS レンズですよね、18-135 の USM のレンズに、パワーズームキットというのがあって、そのレンズの下にそのズームをですねパワーで自動、まあ、スイッチを押すとこうぐーっと電動で動かすっていう機能がつけれるものがオプションであったんですね。でそれを購入することによって、ズームのですねこう一定になかなかカメラマンスチールのカメラマンってピントとかパッパッと合わせたりとかね画角とかしっかりできるんですけど、そのズーミングとかパーンとかそういう動きってやっぱりすごく特殊で難しいので、いやそんな簡単にはっていう話でずっと断ってたんですけど、そのパワーズームができたことによってそこはね一定のスピードで、ワイドにしたり望遠にしたりとかっていうことができるようになったので、
で、瞳フォーカスもですね、その頃から一応乗ってましたから、で結構まあまあ優秀だったので、それはね、ああじゃあ受けれるなと思って受けるようになったんですけども、でそれからまあどんどんどんとね、進化しながら、EOSR になって、まあ、ミラーレスのね良さで、さらに動画がですね撮影しやすくなったっていうのがあります。で、まあ、その中でその EOSR と比較すると、 EOSR の露出制御に関しては、プログラム AE っていうね、まあ、シャッタースピードも絞りも自動でやってくれる、ものですね。それから、動画のシャッター優先で AE、 絞り優先というね機能があります。で、そのボケを考えながら撮るときは、まあ、当然絞り優先になるんですけども、例えば室内なんかで動画を撮らないといけないときに、どうしても影響してくるのがこの蛍光灯とか電気関係のフリッカーなんですけども、でこれをですね、まあ、できるだけ抑えるためにはですね、シャッタースピードを固定にして、でその東日本と西日本で、まあ、ちょっと違うんですけども、まあ、東日本なんかで言うと100分の1とかね、50分の1で撮るとそのフリッカーはかなり抑えられますよっていうような話なんですけども、それがですね EOSR6 では自動化マニュアル化の2択なので、まあじゃあマニュアルでやればいいよっていうことにもなるんですけども、そうするとこう部屋の中でですねちょっと振ったりとか人を追いかけたりとかするときに、明るいところから暗いところっていう移動があると、そこはやっぱり露出が変わってくるんですね。で、それが結構なかなか難しくなっちゃうなって、まあ、ISO をオートにしておけばいいのかなっていうぐらいの感じで、思ってはいたんですけども、まだ、それに室内に関してはきちんと撮影をしていないので、まあ、検証はしてないんですけども、ただですね、自動露出でちょっとテスト的になった部分で言えば結構優秀かなっていう感じがしてます。で、外のですね、まあ、動画撮る時の、はまあもう自動露出にすることがほぼ100%自動露出で撮ってるんですけども、まあ実際はですね、タイムラプス系が多いので、まあタイムラプスの動画を作るときに、まあ自動露出にして、で時間もですね、夕方から夜までみたいなね、日があるうちから星が出るまでっていうのを自動でやってるんですけど、これがですね、かなり優秀で、で何も迷わずに使えるなっていう風なレベルになってます。まあ ISO のですね、オート範囲を上限25,600まで一応私は動画の場合はしてるんですけども、それで星とかをですね、まあ出てくる空を撮ったりしても結構ちゃんと制御されてて、星がちゃんとね見えるという状況になってます。これはね、結構すごいなっていう、まあ、なんか AI でも入ってるのかなぐらいの感じのですね、優秀さにちょっと驚いてまして、まあ、マニュアルと自動露出の2択しかな、載せなかったっていうのはですね、まあ、そういう自信なんだろうなという反対にね、思ったりはしてます。で、まあ、その EOSR6 の、まあ、キャノンの、その、カメラのラインナップの中で言うと、まあ、30万円するカメラでね、そんな初心者向けのカメラだっていうふうにはね、なかなか言えないんですけども、でも実際にですね、この軍幹部の、このモードですね、モードダイヤルが入ってるっていうのは、この2桁とかですね、まあ、EOS キス系とかのですね、カメラと同じように、まあ、初心者の方でも使いやすいカメラっていうふうに多分位置づけされてると思うんですね。なので、この EOSR6 も同じような、位置づけの中で開発されて、であえてだからもう迷わないように、
自動露出とマニュアル露出にしたんではないかなというふうに私はちょっと解釈を、しました。で、実際にかなり制御がですね、効いてて、まあ、仕事レベルで撮影するにも、多分これはちょっと困らないんじゃないかなというようなところですね。で、4K のですね、フルサイズが撮れるとかね、そういうところも含めると、やっぱりすごく、動画で考えても、なかなかお買い得なカメラなんではないかなというふうに今ちょっと思ってます。EOS R6 の動画露出制御、これがですね、2択しかありませんけども、非常に優秀だということで、まあ、その富士山のですね、タイムラプスを、まあ、見られてない方が、まあ、ほとんどの方はそうだと思うので、少しだけですね、タイムラプスこの後、載せて一緒に見ていただければなと思います。ということで、ありがとうございました。